レミの部屋、チナレミエナ。何をやってんですか、二人で。これ何、これ、何書いてんの。え、ね、食パンマンとガンパンマンのさ、なんで話を書いてる。え、これ誰書いたの。え、これチナとチナとエナとレミ。おー、これ誰書いた。バイキンマン。はい。おー、すごい。ねえねえねえ、クリームパンのチャンスはうまくない。え、誰書いたと思う。えな。ピボン。なんで書いてんのこれ。え、クリスマスに使うから。迷路。迷路、うん、どういう迷路ですか。こう、でー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 。メールしてどうすんの。えな作ったやつ。なに、スゴロク。それ、スゴロク。え、だってなんかないじゃん。ないじゃん、なんも。え、違う。1個進むとかなんかないじゃん。わかる場所。1個進むとかないじゃん。食パンについたら1個進んでいい。そういうことですか。はい。アンパン。じゃあ1個進む、1回進む。アンパンマンなら何個進む。アンパンマンなら何個だと思う。わかんない。あのさ、アンパンマンならここからゴールしてもいいんだよ。うん、そんな。で、バイキンマンに行ったらどうなの。バイキンマンに行ったら一回下がる。アンパンマンにこんなにいたっけ。これ何、自分で考えて書いてんの。うん、ちゃんと何も見てないの。見ないで書いたの。何も見てない。コキンちゃん。これ何、これ。これ初めて見るんだけど。メケンチーズ。ん？え、どれメケンチーズだと。これ何、メケンチーズ。え、じゃあもちさんっているじゃん。うん。その犬。チー、今何描いてんの。え、何、クリームパンダ。面白いね。それは何、レミのそれ。え、どれ。うん、今描いてる。食パンマン。食パンマン。楽しいね。2番。楽しいよ。じゃあ、あのエナのスゴロクどうすんのさ。え、流せか。一緒にやる。これも一緒にやるってこと。うん。あ、それ。クリームパンダちゃん。あ、誰書いた。はい。随分適当ですね。あ。なんか性格がわかるよ。レミの方の絵はめっちゃちっちゃいし、こっちの方の絵はめっちゃ大きい。性格がすごいわかるわ。うん、これです。これかわいい。これ誰。え、これクリームパンダちゃん。これは何これ。え、コキンちゃん。コキンちゃん、ほら、レミコキンちゃん描いて。どこに。だってコキンちゃんってこうなってないで、ここになんかリボンみたいなこういうのついてる。スタートはどこなの。スタートクリームパンダちゃん。クリームパンダ。あ、こっちスタートって書いてるね。いや、でもここスタートだと意味ないじゃん。こっちがスタートなの。あ、これとこれとこれとこれ、絵な描いたでしょ。絵な描いた。4つ。これ誰最初に描こうってしたの。はい。あ、ちなが描こうってしたの。そしてレミがさ、いいもん、レミなんかこれ持ってるからって言ってさ、うん、レミつなげようってちなが言ってさ。あ、でつなげたってこと、うん、これなんですか。ねえ、わかんないで。何、面白いんだもん。ね、何それ。カレーパンマン。違う。何、クリームパンマン。違う。何ですか。これアンパンマンにもいるの。なんていうのだから。ジャムおじさん。違う。チナ。あ、ジャム。違う。チナでしょ。違う。だってチナこういう顔でしょ。うわ。なんかカレーパンマン下手に言ったの。四角いマン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 。ねえねえ、ママ、これ何だと思う。アンパンマン。うん。あ、ジャムおじさんだから。ジャムおじさんって。ジャムおじさんってそういう顔だっけ。うん。それ。何それ。ねえ、それ赤ちゃん、赤ちゃんだよ。赤
ちゃんのじゃもおじさんだよ。こうなってんの。あーなんかいるかもね、そういうキャラクターなんか見たことあるかも、確かに。ねえ、さっきを見てもアンパンマンの赤ちゃんだ。あこれダイヤモンド。ダイヤモンド、なんでダイヤモンドなんだ。いいじゃん、バタコさん、バタコさん、バタコさん、うん、どういう顔かわかる、バタコさんって。わかる。その人は誰？誰？今丸描いた隣の人。ああ、それバタコさん。え？これ？うん、そうそうそう。カバオくん。カバオくんってなんだの？カバオくんっているの？アンパンマンに。本当にいるの？あ、なんかあの、あ、なんかあの茶色い人でしょ。うん。そしてお腹すいたっていつもさ言うんだよ。ハラペコカバオくん。ハラペコカバオくんなんているんだ、初めて聞いた。いるよ、チナと似てるね。あ、チナもいつも泣かすかせてるもんね。ねえママ、アンパンマンの真似するか。アンパンチ。あとじゃあはい、チアンパンマンになってレンバイキンバン。早くやって。あーねえ、なんで。おい、お邪魔虫って言って。ち、それ何？リボン。じゃあパパ描きます。なんでパパ描くの？え？はい、ないパパ。はい、ないパパ。なんで最後にパパを描くんですか？いいじゃん。あ、パパでゴールってことじゃん。はい、ないパパ完成。ほら、はい、ない。レミのそれはな、何？レミー、うん、メロン、レミー、レミー、レミー呼んでるよ、なんかちな。レミー、ちょっと邪魔しないで。切れてます。邪魔しないでだって。残念。ジャムおじさんだよ。え、違うよ、ジャムで。ジャムおじさん。違うよ、ジャムおじさんで。ジャムおじさん。わかりました。はぁ、すごい描いたね、でもね。ゴール？あ、なんでゴール2個あるの？あっちにもゴールあるけど。え、それレミゴールじゃないよ。どうなる？レミがスタートでチナがゴールで。いいか、まあ、いいよね。次は誰を描いてるの？誰ですかそれ？パパ。は？パパ。レミもパパ描いてんの？なんでレミもパパ描いてんの？で、いいじゃん。何それ？ん？何それ？歯がないパパ。いや、ちょっと待って、あんたたち何だの、歯がないパパとかって。パパ来たらこれ怒るよ、きっと。何描いてんじゃって。何やろう、レミ。え、待って、ちょっと。歯がないパパ。やっぱりパパに歯あってほしいよね、レミ。うん、歯がない。ね、チナ、パパに歯あってほしいよね。うん、歯ないって恥ずかしいよ。歯がないパパだ。上にパパの歯がない。あ、パパの。パパの歯がない。はい、もうゴール変えちゃったの、全部。はい、パパ変えちゃった。パパだよ。メイロ、もう終わり。もう全部変えてる。ちゃんと綺麗に置いてる。はい、何、今回は2人でやるってこと？うん。さあ、どっちが勝つのかな。楽しみだね。勝負だ。いい勝負だね。取られたか。うん。おー、どのようにレミ。取られちゃったね。ここだよ。
負けた。でもこれはいい勝負になってきました。4、姉対妹の対決ですね。 OK。 面白いね。いい勝負になってきましたな。記憶力すんご。3連発。9、7。お。あ、ちょっとレミの方がリードしてるかな、やっぱり。お、全部終わっちゃう、もしかして。あレミ何個あった？16。あ、やっぱりお姉ちゃんの方が勝ち。ちなないてんのかい。泣かないで、泣かないでち。うん、嘘だよ、ちは泣いてないから。何騙された？騙したのち。何、嘘泣き。嘘泣きだったんですか？こんちょ大好きだ。君のことが大好きだ。